ベネッセさんからご招待いただき、エリアベネッセ青山に来ました。はい、はい、これから姫ちゃんが真剣ゼミプラスの体験をします。はい、レッツゴー。見てくれ、わー、ハイブリッドスタイル体験してもらいたいなというふうに思います。これが専用の手になるので、これでやってみましょう。まず最初に名前を言うところから、それで姫さん専用のカリキュラムができるようになっています。で、すごくこれまでと変わったのが、はい、得意なことはもうどんどん問題量をやっていける、演習量を増やしていけるので、はい、もう授業を飛ばしてこう練習に行けるっていうのが変わりました。次は時間も設定することができました。で、初期設定の音の姫さんだけの最適なカリキュラムができるようになりました。じゃあ早速始めてみましょう。このハイブリッドスタイルっていうのは、はい、普段はこの iPad でお勉強してもらって、でまとめとかを土日で紙の確認チャレンジっていうテキストでやってもらう感じになります。はい、紙とデジタルのいいとこ取りができるようになってます。教室に入ってみましょう。うわ、かわいい。あ、そう、これがね、たま丸っていう普段はこういう感じで、今日何やったらいいよっていうおすすめがここに出てくるんですね。はい、ので自分でいちいち今日どこやったらいいかなって探せたりしなくても、もうこれに沿ってやっていただければ、もう1ヶ月の内容が完璧になっていきますよ。はい、っていう感じです。移動辺三角形や正三角形の角の大きさについて知ろう。一つの頂点から出ている2つの辺が作る形を角というんだ。三角定規の角の大きさを比べてみよう。それじゃあ角を重ねて大きさを比べてみよう。三角定規を動かして角を重ねてみよう。重ねられたら次へをタッチしてね。三角定規を重ねられたよ。こういうふうに動きがあるので、丸あの三角定規が見えているね。二等辺三角形を折って角を重ねてみよう。ぴったり重なった。二等辺三角形では2つの角の大きさが等しくなるよ。正三角形では3つの角の大きさが等しくなるよ。じゃあ姫ちゃん問題解いてみて。うん、うん、正解。すごい、素晴らしい。三角形になっているんですね。そうなんです。なのでこれで漢字の勉強もできるので、鉛筆を持ったみたいな感じで同じ持ち方を固定して勉強できるようになります。姫ちゃん持ちやすい？うん、うん、おー、すごいすごいね、すごいね。で、正解の時も解説がつくので、ここもしっかり読んでもらうと、はい、理解が定着することができるので、姫ちゃん正解の時もちゃんと読んでね。うん、なんだろうね。三角定規を2つ合わせると正三角形になります。うん、やってみよう。それで頑張れ。どうかな、答え合わせ。おー、やったー、できたー。読んで読んで。正三角形は3つの角の大きさが等しいね。うん、丸いの角が2個分で、丸あの角と等しくなるよ。うん、OK。 うんうん、ゆめちゃん、今度そこにさ、解説出たらさ、うん、読んで覚えるのいいかも。あ、そうですね、うん、一目だけだと流れちゃうかもしれない。声に出すとより頭に入りますもんね。そうですね。次、ちょっと難しくなってきたね、だんだん。うん、頑張れ頑張れ迷ってる？大丈夫、間違ってもね、また正解、解説ぐらいで教えてくれるから、うん、間違ったことは全然悪いことじゃない。間違って自分が分かってないなっていうことを振り返ってできるようになるのがすごい大事。うん、うん、おー、正解。すごい、連続正解、いい感じです。
形。あ、すごい。オッケー。あ、全問正解。やったー。すごい。赤ペンルーム。で、ここで、あの真剣ゼミの赤ペン先生っていうお手紙を赤ペン先生に出して、で、姫ちゃん今月でどうだったよっていうふうに丸付けをして返してくれる。ここで、あの学びライブラリーっていうコーナーがあって、これが電子図書館、この中に図書館があるんです。で、1000冊収納されて、1000冊ぐらい収納、はい、収納されていて、その中から5冊選んで、で、iPad の中で読んで、で、また返却できてっていうことが、はい、すごいね。今まで図書館で借りたりすると返しに行くのが大変で、あんまり読まなかったりしますけど。そうなんです。これだったら借りやすいね。手軽にこの中でやってもらえる。わー、じゃあ姫ちゃんいっぱい借りよ。そう、5冊読んだらまた返して新しいの借りれるんだよ。そうです、そうです。っていうのがハイブリッドスタイルの、すごい、はい、なんか絵も可愛いし楽しそうな機能いっぱいですね。はい、自分で選ぶっていうコーナー出していただくと、はい、苦手クリアレッスンっていうのがあって、はい、自分が苦手クリアレッスン、はい、ここもやって、もう苦手を潰してできなかった問題もしっかりできるようになりますよっていう感じです。苦手を作らないこと大事ですもんね。本当です。さっきお伝えしたみたいに、あの間違うことじゃなくって、間違った後にどう見直しをしてどうできるようになるかがすごく大事なので、すごいうまく使ってもらえるといいかなと思います。はい、姫ちゃんやってみてどうでしたか？すごい楽しかった。楽しいよね。わかりやすいし、なんか動きと音声で教えてくれることってないじゃないですか。しかもさ、家で普通に勉強にするとなんかつまんない。これでやるとすごい楽しい。楽しいよね。嬉しい。で、勉強も楽しみながらできたらそれが本当に一番いいと思うので、ママも間違えた時にすぐ教えてあげたいけど、教えてあげられない時も姫ちゃんすぐ教えてもらえるしね、 iPad にね。じゃあ今度はちょっと面白い、この教具っていうんだけど、これを使ってたあのアプリを体験してもらいたいなというふうに思ってます。じゃあこれです。じゃーん。じゃあ早速始めてみてください。どっちかな。よく見てみよう、観察してみようみたいなところが楽しくできるようなアプリになってます。はい、またミッションクリア。これを使うと実は30倍にものを見ることができる。へぇ拡大してみる。で、これをね、この図鑑っていうところを押してもらうと、見るだけじゃなくって、はい、これで観察したものをここの図鑑に取り込むことができるっていう。で、まずはこれで撮影をします。もちろんこれだけで使うこともできるんですけれども、はい、iPad と合体することもできます。で、このテーブルクロス30倍に拡大して見てみてください。ここね、ピタッてくっつけたら見れるので、取るって押すと、それでこういう図鑑ができるような感じになってます。身近にあるものを全部30倍に拡大して。そうなんです。で、姫ちゃんオリジナル図鑑ができるんですか？そうなんです。すごい。いろんなものはどうなってるかなみたいな、これはどうなってるかなとか、ドット模様。そう、すごい。すごい。これで決定って押すと図鑑が登録できて、あ、新しいチャレンジの紙ができました。これでできました。ね、面白い。いろいろ見てみて面白いよね。姫ちゃん他にもどんなものを観察したい？布団。あ、いいね、面白い。漢字サプリっていうのを試してみてもらいたいなと思います。これはオリジナルスタイルでもハイブリッドスタイルでもチャレンジタッチでもどなたでも使ってもらえるもので、チャレンジって3年生なら3年生のものなんですけれども、これは学年を関係なくどんどん先取りして勉強できるような感じになってます。ちょっと難しい感じになってます。習ったことない？ね、ない。お手本をよく見て書こう。お手本見て書こうって
うん、すごい。で、答え合わせを。おお、難しい字なのにすごいね。あれもバッチリ。お手本と比較してどうだった？お手本の方が綺麗。うん、もう今とかこれとかも5年生の問題なのですごい難しい難しい感じに挑戦。画数も多いですしね、はい、でも得意なことだったらどんどん先に進んでいけるので、ますます得意な気持ち。よく書けたね。あれもバッチリ。そう、でもお手本そっくり、すごい綺麗な字、すごいね。ひめちゃん、さっき書き順覚えたけどさ、書き順ちょっと間違えて書いてみて。じゃあここからこうやって、うん、そうしようか。いいね、いいね。書き順が違うって教えてくれます。書き順が違うよ、ね、アニメで確認しよう。1、2、3、4、5、6。そう、さっきわざと間違えてくれたところがアニメでわかるようになった。ひめちゃん、なんていう読み方なの？うん、ひめちゃん、問題も読んでから問題解くと音読みと訓読み両方覚えれちゃう。うん、うん、これは中学生のお子様向けなんですけれども、月サプリっていうのはちょっと面白いので見てみましょう。今月がどこにあるかを確かめてみてください。すごいね。全国にエリアベネッセがあるそうなので、ひめちゃんみたいな体験ができるそうです。楽しかった。お勉強楽しくなりそう。うん、他にもどんなものがあるか見に行ってみよう。うん、パズルや絵本。あ、子供チャレンジイングリッシュだって。おこ、お勉強、うん、英語のお勉強じゃん。小学校1年生だって。すごいね、おんくん。いろいろな子どもチャレンジの教材で遊べるよ。楽しかったですか？はい。また遊びに来ようね。うん。